8ヶ月ででここまで成長ガン・ユータとナンバー・アンダーライン・アイの驚異的な進化の裏側海外での成功は偶然じゃないナンバー・アンダーライン・アイが世界を驚かせた理由とはガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータの3人が結成したグループナンバー・アンダーライン・アイは昨年10月に誕生してからわずか8ヶ月で驚くべき成長を遂げた この短い期間で彼らがどのように進化し、何を達成してきたのか、その背後にある努力や覚悟について深く釣りしていこう。まず、彼らの出発点に戻ってみよう。昨年5月、騎士、平野、神宮寺は人気グループキングプリンスを脱退し、その後旧ジャニーズ事務所、現、スタートエンターテイメントも退所した。 この決断はファンにとっても衝撃的なものであったがそれ以上に彼ら自身にとっても大きな挑戦であった新たなグループナンバーアンダーラインアイを結成し新天地での活動を開始することは未知の領域への一歩だったのだ新たなスタートを切った彼らは今年1月にデジタルシングル「GOAT」でデビューを果たしたこのデビューは成功を収め 彼ららの未来を明るく照しし出したそして4月にはアメリカで開催されたコーチュラフェスティバルに出演し海外でもその存在感を示したこれにより彼らの音楽が国境を越えて多くの人々に受け入れられる可能性を広げたこのような成功の背後には彼らの並々なならぬ努力がある特にガン・ユータの成長ぶりには目を見張るものがある かつて、キングプリンス時代にはバラエティ番組やドラマ、舞台など多岐にわたる活動を行っていた彼だが、ナンバーアンダーラインアイとしての活動に専念するようになってからは、より一層アーティストとしての深みが増した。あるレコード会社の関係者は、騎士がドラマやバラエティに出ながら、海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さがなかった、と語ったことを明かしている。これは、 彼が自分の限界を認識しそれを超えるために音楽活動に集中する決意を固めた証拠だ棋士の努力は確実に実を結んでいる彼のダンススキルは目覚ましい進化を遂げており特に振り付けの難易度が高い楽曲でもその実力を発揮している棋士の動きには無駄がなく手の使い方や目線の動かし方など細部に至るまで宣伝されていると評価されている また体幹がしっかりし動きの幅も広がったことでより表現力豊かなパフォーマンスが可能になったこのような成長は彼がストイックな性格であることにも起因している騎士は休憩も取らず納得がいくまで何時間もダンスの練習を続けるというその努力は他人には優しく自分には厳しいという彼の人柄を如実に表しているこうした姿勢は 彼の周囲にも良い影響を与えており、平野や神宮寺にとっても刺激となっている。彼らの成功は騎士の努力だけにとどまらない。ナンバーアンダーラインアイの他のメンバーである平野と神宮寺も、おのおのが自分の役割を果たし、グループ全体のパフォーマンスを高めている。彼らの結束力が強固であることは、ステージ上での一体感や調和の取れたパフォーマンスからも明らかだ。 6月に行われた有明アリーナでの公演もその一例だこの公演では彼らの成長と進化を観客に見せつけ今後の活動に対する期待を一層高めるものとなったまた8月にはロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024やサマーソニック2024といった大型音楽イベントへの出演も決まっておりますますその活躍の場を広げている 彼らの今後の活動にも注目が集まる。9月にはフルアルバム n o バ n o 1をリリースし、10月から12月にかけて全国ツアーを開催する予定だ。このツアーは彼らの音楽がどれほど多くの人々に響くかを示す絶好の機会となるだろう。彼らの成長と成功の背景には、ただ単に努力だけではなく、彼ら自身の覚悟とビジョンがある。 世界で通用するグループになるために、彼らは今後も挑戦を続けていくだろう。その道のりは決して平坦ではないだろうが、彼らの熱意と努力があれば、きっとさらなる高みへと到達することができるはずだ。最後に、彼らのこれからの挑戦に対する期待とともに、彼らがどのようにして自分たちの夢を実現していくのか、その過程を見守りたい。 ナンバーアンダーライン・アイの物語はまだ始まったばかりでありその未来には無限の可能性が広がっている彼らの成長を支えるファンの声援もまた彼らの力となり新たな歴史を刻んでいく原動力となるだろうガン・ユータ平野翔、神宮寺ユータの3人が織りなすこの新たな冒険の行方をこれからも注目し続けたいそして彼らがどのような未来を描き出すのか その答えはこれからの彼らの努力と挑戦にかかっている私たちはその瞬間を目撃し共にその喜びを分かち合うことができるのだ彼らが挑む新たなステージに向けてあなたはどのような期待を寄せていますか彼らの成長を見守る中でどんな感動や驚きを感じるでしょうかこれからのナンバーアンダーライン愛の物語にぜひ注目していきましょう プリ時代岸はバラエティー番組ドラマや舞台など幅広い分野で活躍していた新天地ではソロでバラエティやドラマに出ていないがあるレコード会社関係者は岸の覚悟が背景にあるのではないかと推察するキンプリ脱退を発表した際岸さんはドラマやバラエティーに出ながら海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さがなかったと話していました ナンバーアンダーラインアイではアーティストとしての活動に重点を置きたいのでしょう世界で活躍するグループになるため以前にも増して強い思いで音楽活動に取り組んでいる印象を受けますレコード会社関係者実際パワーアップした騎士を評価する声が増えていて「ナンバーアンダーラインアイ」でパワーアップした騎士ナンバーアンダーラインアイは ゴートやボンをはじめ難易度の高い振り付けの楽曲が多い3人とも高いダンススキルを見せるが特に騎士の表現力は際立っているようでもともと騎士さんは動きに癖がなく緩急がしっかりついていました最近は手の使い方や目線の動かし方など細部まで無駄なく全身を使って表現している印象ですまた以前より体幹がしっかりし より動きの幅が広が広ったと思います前出レコード会社関係者アーティストとして一回り成長したことがうかがえるイメージと違う性格に周囲も驚嘆戦術したように旧ジャニーズ時代はさまざまな分野で活躍していた騎士何事もそつなくこなすイメージを抱く人もいるかもしれないが実際の彼は少々異なるようだ 昔から休憩も取らず納得できるまで何時間もダンスの練習をするなどストイックな性格です他人には優しいですが自分にはすごく厳しいナンバーアンダーラインアイでも現状に甘んじず猛練習をしていたようですいい意味でイメージと違う岸さんに驚くスタッフも少なくありません平野さん神宮寺さんにとって岸さんの存在は良い刺激になっていることでしょう 前出レコード会社関係者ナンバーアンダーラインアイが結構調子いいのは騎士の努力も大きいのかもしれない。